皆さんこんにちは。米国のビットコインスポット ETF は昨日7780万ドルの純流出を記録した。米国のビットコイン現物 ETF は昨日7780万ドルの純流出を記録し、13営業日ぶりの純流出となったと報じた。13日営業日ぶりの純流出がビットコインの価格にも影響したようですね。マウントゴックスと BTC スポット ETF の流出が市場心理を揺るがす。火曜日、マウントゴックスが 5110BTC、3億4010万ドルを4つのビットスタンプのアドレスに送信したというニュースも下落要因になったかもしれません。この送金は2014年2月にマウントゴックスが破綻した後、債権者への14万千 BTC 以上の返済の一部である。市場全体では供給過剰が BTC の価格に影響を与えるのではないかと懸念されている。分析会社はマウントゴックスの債権者が数時間前にクラーケンで BTC を受け取ったと報告した。しかしこの分配にもかかわらず、クラーケンでの1時間あたりのスポット取引量の優位性や BTC 流出に大きな急増は見られない。当初の市場の混乱がないことはビットコインにとって前向きな兆候だと述べた。初動ではビットコインの大きな流出は見られていないようです。今後もマウントゴックス関連のニュースと米国の BTC スポット ETF のフローを考慮する必要がありますね。チャンネル登録よろしくお願いします。スポットイーサリアム ETF が1億ドルでデビュー。ブラックロックがリード、グレイスケールが流出。予想通り取引初日に新たに転換されたグレイスケールのスポットイーサリアム上場投資信託から大量の資金が流出した。グレイスケールがビットコントラストをスポット ETF に転換した時と同じ状況であれば、ファンドは運用資産の半分を失う可能性がある。これはイーサリアムで約45億ドル相当に相当する。グレイスケールは手数料型のファンドよりも10倍ほど高いので、イーサリアムが流出しているようです。ビットコインの時と同じならば、グレイスケールからイーサリアムの流出が減少すれば、イーサリアムの価格上昇が期待できます。SEC は XRP に関する判決を控訴するつもりはないというトピックを紹介します。 SEC がリップル訴訟を起こした主な理由は、 XRP が確かに証券であることを証明するためだったと主張した。投資さんアドバイザーは、 XRP が証券ではないことを示すストレス判事の事実認定に対して SEC は控訴できないと主張した。投資は、当事者が根拠の弱い訴訟を控訴するのは非論理的だと付け加え、控訴は通常より強い法的根拠に焦点を当てるものだと示唆した。さらにこの資産専門家は、リップル社の訴訟を SEC がこれまでに起こしたあらゆる団体に対する訴訟の中で最も弱い訴訟であると評した。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.